ヤクルトで花開け、巨人の若武者田口和と、トレードに出された悔しさ、すべてぶつけて先発ローテを勝ち取れ。小さな頃に書いた夢、それは巨人に入団。原監督に手料理を食べてもらいたで、ジャイアンツ指名されて入団。ヤクルト戦で初登板、初勝利を収めた。すぐに先発ローテ入って2年連続2桁勝ち星。だけど伸び悩んで、ヤクルトトレード言い渡された。ヤクルトで花開け、巨人の先発左腕田口、中継ぎ配置転換されてもチームのために連投してくれた。必ずジャイアンツを実力で見返してやれよ。ヤクルト言ってローテ勝ち取って、夢の200勝成し遂げろよ。